どこに行こうかな。さあ行くか。俺は中学を卒業してすぐに実家の自動車整備工場を継いだ。高校に進学した同級生たちが楽しそうに過ごすのを横目で見ながら、工場の借金返済のため油にまみれて寝ずに働き続けた。こんなことが一生続くのか。俺の人生こんだけで終わるのか。なんで俺だけ、どうして俺だけ。俺は毎日つまんねえことばかり考えていた。そんな時に俺はバイクと出会ったんだ。バイクは最高だった。風を感じて命を確かめる。走った時は全てを忘れられた。いつしか俺の周りに一緒に走るダチが増えていった。ダチと話をしているとみんなそれぞれ悩みや不安を抱えているのが分かった。苦しんでいるのは俺だけじゃなかったんだ。俺が感じていた孤独は消えた。今は自分だけが不幸だなんて思わねえ。俺の心はダチに救われた。だからダチのことは何があっても絶対に守る。真田さん、その話マジ泣けるっす。でも自分がその話を聞くのもう45回目っす。すまん。だが前もって言っておくぞ、46回目も覚悟してくれ。ダチを拉致ったのはどこのどいつだ。仲間を傷つける奴は俺が許さねえ。
助かったぜ。しかしこいつら、なんで俺のダチに手出すんだ。天明くん、教えてほしい。てめえは、なんで俺の名前を知ってる。私、フリーの雑誌記者なの。この島のことはいろいろと取材させてもらったわ。その人たちが、ある人物の命令で天明くんの仲間を潰してるの。だからその人たちを倒しても何にも解決しないってわけ。もしや、誰だ。そのふざけた命令を出してるのは。私が協力するのは強くて危険な男なの。だからランマ君とミチル君に勝てたら情報を教えてあげる。あいつらとはケリをつけるつもりだ。いいだろう。その条件のみや。ありがとう。モストデンジャラスなバトルを期待してるわ。その程度か。私に任せて。どこまで進んだから始めようか。一緒に行こうか。せやから女の子探してるっちゅう話やねん。なんだこの酔ったおっさんは。おい、すっぱり女の子好きか。わしゃすっきゃね。酒、金、女、全部大すっきゃね。おっさん、飲みすぎだ。水でも飲んで少し休んどけ。わしゃおっさんやない。金丸っちゅうおっさんや。あ、しもた。自分でおっさん言うとるがな。あ、言っちまった。ああ、なや、お前ら。おい、今度はヤンキーに絡まれてんぞ。ここははみ出しもん最後の希望の場所やろ。それがヤバいとこになって。おっさん、悲しいわ。希望の場所、何言ってんだあのおっさん。てか、このまま放っておいたらヤンキーにボッコボコにされんぞ。あー、しゃーねえな。なんかやる気になんねえけど。ま、たまにはこういう喧嘩もいいじゃねえか。見てなよ、女の子たち。頑張って、ランマ君。とりあえず、おっさんは避難させたぜ。じゃあ、後片付けといくか。後片付けて、目上のもうゴミみたいに扱うな。おっさん、元気足りまってんの。キャー、頑張って。ボコボコだな。
けてるぜ。ほらおっさん、立てるか。当たり前じゃボケ。まだまだわしは元気やっちゅうねん。はい、分かったって。トイレソウル坊主、お前なかなか面白い喧嘩しよるな。ああ、そうっすか。お前の喧嘩に出たら、ねえ、若い頃思い出してしまうか。俺がおっさんの若い頃に戻るとか、マジなんだよ。そうやな。わしは坊主のおとんぐらいの年やからな。そうなんだ。俺の親父はとっくに死んじまってるから、そんなことバレてもなんて思わないけど。まあ、世話になったな。もうわし一人で大丈夫や。縁があったらまた会おうな。おっさんとの縁なんていらない。俺が欲しい縁ってな。相変わらず勝ち続けてるみたいね。ジオトの縁来たー。セレナさん、なんか俺たちに用か。二人に用があるのは私じゃなくて天明君。あなたたちとケリをつけたいんですって。そいつはいいぜ。なら会いに行ってやろうじゃねえか。もし天明君に勝ったら何でも言うこと聞いてあげる。マジか。何でもって何でもか。楽勝だぜ。私に任せて。どこまで進んだの？やったんぜ！派手にいって！来たか。上城、桜井。この戦いに勝った方がここらで一番強いやつってことでいいな。でもって、心で一番モテる男ってことだ。私も勝った方に何でもしてあげちゃおっかな。セリナさん、そのデンジャラスの約束忘れないでくれ。って真田さん、後輩顔すんなよ。別にふざけてる場合じゃねえって。俺は女のため、あんたはダチのため。そんで気合が入んなら目的なんて何でもいいだろ。ああ、しないな。ただし勝つのは俺だな。真田、言っとくが俺は強えぞ。そんでもって俺もめちゃくちゃ強え。おら、かかってこいや。上城、桜井、ここまで上がってこいや。いい感じよ、難破くん。さあ、頑張って。女の子が多いと華やぐわね。それでどうだ。ダメ。ありがとう、セリナさん。いい感じよ、ランマくん。やるな。ファイト。
ダメ。テンション最高！究極進化！支配している九条ムクロよ。九条ムクロ？力で支配？ってことはこの島で一番強いやつってことか。つまりそいつを倒せば俺はこの島で一番の女男。次行こうぜ次。調子はどう？
行きたいところはどこ？
世界と他人が鍛錬が他人をだぜ。